こんにちは、パワミです。本日は Power BI で住所データからマップを表示する方法を解説します。本日の流れです。最初に住所データからマップ表示をする全体の流れを簡単に説明します。次にデータカテゴリーの設定、レポートでマップ表示をする方法を Power BI デスクトップ画面で解説します。住所データから地図をうまく表示できないという人は参考にしてもらえればと思います。このチャンネルでは Power BI、Power Apps、Power Automate など Power プラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。でははじめに住所データからマップ表示をする全体の流れを説明します。まず元の住所データは都道府県、区市町村、その他住所と3つの列に分割する必要があります。下に示した住所データのフォーマット例を参考にしてください。例えば都道府県は東京都、区市町村は千代田区、その他住所は麹町、以下番号等のように分割します。もともとのデータがこのようなフォーマットになっていない場合は Power Query Editor などでデータを変換します。住所データをこのように3列に分割したら、次にデータカテゴリーを設定します。Power BI 上でそれぞれどのデータが都道府県、区市町村、その他住所なのかを設定します。ここまでできたら、レポートでマップのビジュアルを使って住所データからマップ表示をすることができるようになります。それでは早速 Power BI デスクトップでデータを取り込み、データカテゴリーの設定をしていきます。まずは住所データを取り込みます。今回は東京都オープンデータカタログサイトから取ってきた東京都内で発熱外来を実施している医療機関のデータを取り込みます。データの取得から CSV 形式のデータを読み込みます。データの変換から Power Query Editor を開きます。今回の場合は、すでに区市町村とその他住所に分かれています。オープンデータとして公開されているデータは、あらかじめ住所データがこのように分けられているものも多いです。郵便番号等、今回使わないデータは削除しておきます。区市町村以下の町名、番地、号等は列のマージで一つの列にしておきます。最後に都道府県を追加します。今回はすべて東京都内の病院の住所なので、データはすべて東京都にします。パワークエリーエディターを閉じて適用すればデータの準備は完了です。続いてデータカテゴリーの設定をします。今は左側の一番上のレポートタブを開いてますが、その下のデータタブを開きます。ここで取り込んだデータの中身を見ることができます。まず、都道府県列を選択し、データカテゴリーを州または都道府県に設定します。
次に区市町村列を選択し、データカテゴリーを市区町村に設定します。最後にその他の住所のデータカテゴリーを住所に設定します。これでデータカテゴリーの設定は終わりました。データカテゴリーを設定するとフィールド上のデータの左側に地球儀のようなマークが出てきます。それではいよいよレポートでマップを表示してみます。住所は上から都道府県、市区町村、その他住所の順に入れるのがポイントです。また左上のレポートタブに戻ります。視覚化からマップのビジュアルを選択します。場所には上から都道府県、区市町村、その他の住所の順にデータを入れます。判例は医療機関名を入れます。レポートを選択した状態で階層内の1レベル下をすべて展開しますという二股の下矢印のアイコンを2回クリックすると一番下のその他住所の階層が表示されます。これで住所データからマップを表示することができました。またサイズに入れるデータでプロットの円のサイズを設定することができます。例えばこれは東京都教育委員会が公開している東京都の小学校データをマップ表示したものです。サイズに児童数総数を入れてみました。児童数の多い学校は大きい円で、児童数の少ない学校は小さい円で表示されます。表示するデータ数が多すぎると表示されない場合があるので注意してください。最後になりますが、住所データを使うときは都道府県、市区町村、その他住所に分割する点がポイントです。オープンデータでも初めから分割されていないものも多いので注意してください。例えば今回使ったような全て東京都の住所データならば、最初の3文字の文字数を指定して分割することができます。今回使ったオープンデータのリンクも概要欄に貼っておきますので参考にしてください。今後もいろいろな Power BI の使い方を紹介していきます。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。